した時の気持ちを教えてください。悔しい気持ちが8割で、嬉しい気持ちが2割でした。悔しさ8割、嬉しさ2割。記憶に残っている試合があったら教えてください。当然決勝戦です。決勝戦、決勝戦はどんな試合だったんですか。1回戦と2回戦で延長で体重差があって俺の方が重かったんで、もしあれば教えてください。左の膝毛です。例えばここの骨に当てたり、お腹に当てたり、で中学生とかになって、膝が高く上げれるようになったら顔にも当てる。顔にも当てる、すごい強い技なので。目標とかがあれば教えてください。このグランドチャンピオンシップっていうもう一つの全国大会があるんですけど、そこで優勝したら世界大会にも出れるので、世界大会で優勝したいと思います。世界大会を目指してみんなは頑張ってください。